今の表をグラフにしてみようということで、正解のグラフはこの下のところに私手書きで書いてみましたので、参考にして同じように滑らかに結んでみてください。最後皆さんね、興味持っていただきました円周率はどのようにしてコンピューターで求めることができるのか、三角関数使うと実はこんな形でできますよっていう話です。直径を1としましょう。これバッテン切ってあげると当然ここのところに出てくる、これは半分の2分の1ですね。よく見るとこれは45°、45°、90°の直角三角形出てくると、1対1対ルート2です。つまりこの辺の長さをルート2倍してあげるとここが出てくるよということで、2分の1のルート2倍、つまり2分のルート2っていうのがここになります。この四角4辺ありますから、それを4倍してあげるとこんな風にして2ルート2となるわけです。円はこの外側にあるわけですから、今言った2ルート2よりかは大きいよ。でここの大きい正方形見てあげると、これはこの直径1としたわけですから、1111合計が4ということで、ここにあるみたいに2ルート2から4の間に π はあるよということがわかります。それを六角形バージョンでしてみると、これが3よりも大きくて2ルート3よりかは小さいっていうのが証明できます。それはこんな風にしてやってみましょう。面白いですよ。ここにあるね、これ六角形ですから、ここには正三角形が 1,2,3,4,5,6 個あるわけですね。その一辺は1の半分で2分の1、正三角形ですからこの三角形一緒でしょ、ですから2分の1はここの長さでもあるわけですね。それが 1,2,3,4,5,6 ということで、2分の1の6倍で3というのが、これが、この濃く黒く印をした六角形のこの辺の長さ合計です。それに対してそれをこう円よりも大きい形で、さらに接するような形で六角形を描いてみると、こんなことがわかります。よく注意してみると、ここにですね30度60度90度の直角三角形があるでしょ。1対2対ルート3でした。今日勉強したやつですね。でここの長さはちょうど2なわけですから、ルート3分の2倍してあげるとここの長さが出てきます。2分の1のルート3分の2倍ということで、これ約分されるとルート3分の1というのが残ります。有理化すれば3分のルート3、これが一辺の長さなわけですから、そいつを6倍してあげようということで、約分されて2が残るよということで2ルート3、さっきありましたけどもこの形ですね。3よりかは大きいよ、2ルート3よりかは小さいよということです。ちなみにルート3というのは人並みに汚れや 1.7 ぐらいですよね。ということは 3.4、3から 3.4 の間だよということで、 3.141596 という π の値にどんどんと近づいてきました。コンピューターを使って、今は六角形でやりましたけど、これを八角形十角形というふうな、ね、形でずっと細かくしていくと、究極の円周率 π が求められるということでした。